俺、片桐智也、普通の会社員、そんでかなりの親バカ。パパ、もっとやって。ほら、高い高い。娘の笑顔に宿る懐かしい面影、きっとあいつは今も俺たちを見守ってくれてる。今から8年前、俺が高校生の頃の話だ。片桐、妹さんが発作を起こして病院へ運ばれたそうだ。すぐ行きなさい。あ、はい。担任に言われ学校を早退し、急いで病院へ向かった。妹の葵は当時6歳、生まれつき病弱で体も小さかった。これ、青とニーニたちだよ。マジか、超うめえじゃん。男3人の後に生まれた待望の女の子。家族全員猫可愛がりしてた。俺はバイト代で葵が好きなケーキを毎週買ってやってた。ほら、いちごのケーキ。ニーニー、ありがとう。おいしい。そっか、ちっちゃくて泣き虫で、そしてめちゃくちゃ可愛い妹。だが俺が病院へ駆けつけると、葵はいろんな機械をつけられ眠ってた。葵、もうダメ。おじいさん、葵連れてかないで。取り乱す母、死んだ祖父に祈る祖母、父と兄弟も泣いてた。葵に近づき、俺はもう一度声をかけた。葵、起きろ。葵、ニーニー、青、ケーキ食べたい。あ、わかった、すぐ買ってくるからな。俺を見てこくりとうなずく葵。店でケーキを買い、俺は大急ぎで病室に戻った。葵、買ってきたぞ。ほら、食って元気出せ。ありがとう、ニーニー、おいしい。葵はうっすら笑って目を閉じ、それっきりだった。いやー、くそー。葵、しっかりしろ、目を開けろよ、ケーキ残ってるぞ。葵、すぐ病院スタッフによる救命措置が施されたけど、葵は戻らなかった。呆然自失のまま葬式を手配し、母が葵のお気に入りの服を着せてやった。葵、私が代わってやれたら。小さな小さな棺に葵の好きだったおもちゃを入れ、みんなで泣いた。火が消えたみたいな家、何を見ても思い出が蘇り、自然と涙が溢れた。下手くそな絵。おい、なんで死んだ。俺たち家族が現実を受け止められるようになるまで優に1年はかかった。だが一周期を終え、しばらくすると不思議なことが起こり出す。おじいさん、葵連れてきてくれたの？ありがとうね。そう？その服気に入ってるのね。あるよ、祖母の部屋から嬉しそうな声が聞こえてきた。部屋を覗くと、茶舞台の上にはお茶とジュースが。ばあちゃん、何してんの？おじいさんと葵が来てるよ。智也も挨拶していきな。ちなみに祖母は昔から霊感があり、決してボケてるわけじゃない。促され俺も腰を下ろすが、不思議と怖さは全くない。俺飲んだらぼちぼち帰りなさい。葵、あえて喜んでるわ。そっか。しばらくして席を立つとき、確かにお茶とジュースが少し減っていた。さらに不思議な現象は続く。ある週末、母がおやつを作っていたら、あれ、これ誰か食べた？あら、焼き上がったホットケーキが半分くらい食べられてて、小さな歯型がついていた。普通ならゾッとするかもだが、葵は家が好きだから時々休みに来るんだな。みんなでホットケーキ食べて、あの子よくはしゃいでた。声なんて家族全員聞いてるし、俺たちは葵の存在を自然に受け入れてた。時は流れ、俺は就職し、家を出て数年、俺は職場で好きな子ができたが。お先に失礼します。お疲れ。彼女、早苗に告白するか迷っていた時、不思議な夢を見た。夢の中で俺と葵は昔よく遊んだ公園のベンチに座ってた。ニーニー、好きな人いるの？ああ、な、あの人。え、ああそうだ。ベンチで本を読む彼女がいて、照れながら答えた。すると葵が俺を見てニコリと笑い、うなずいた。そっか、青に任せて。え、葵、どういうこと？そこで目が覚め、その数日後、彼女から告白され、交際を経て結婚、今に至るが。結婚後、実家の墓参りに行った時、ふと思い出したように早苗が言った。そういえば、智也に告白する少し前に不思議な子に会ったんだ。フリルのついた花柄のワンピ着た小さい女の子でね。買い物中の早苗に話しかけてきて。お姉さん、ニーニのこと好きですか？ニーニって誰？大丈夫、ニーニもお姉さんが好き。ニーニのお嫁さんになるよ。そう言っていなくなったという。早苗の話を聞き、俺は思わず言った。それって死んだ妹かも。え、まさか。だがその後、実家で。え、この子、あの時の子。葵の写真を見た早苗が絶句。有言実行、
夢で葵が任せてと言ったのはこういうことだったんだ。そっか、お前がくっつけてくれたんだな。葵ちゃん、ありがとうね。その後しばらくして早苗が妊娠するが、切迫早産で入院。入院中の早苗に付き添った夜、うたた寝をしてまた不思議な夢を見た。ニーニー、お父さんになるの？うん、そうだよ。俺たちはあの公園のベンチにいて葵に尋ねられ、俺は返事した。すると葵はにっこり笑って立ち上がり、俺とお腹の大きな早苗に言った。青、ニーニーの子供守るね。葵ちゃん、お願いね。早苗が答えると葵がすっと消え、まばゆい光が早苗のお腹へ入っていったんだ。目が覚めると早苗もちょうど目が覚めたところで、夢の話をすると、俺不思議な夢を見たんだ。俺たちと葵が一緒に公園にいてさ。その夢私も見たよ。早苗も全く同じ夢を見たというのだ。その後早苗は元気な女の子を無事出産、今年で3歳になる。パパ早く。わかったわかった。アカネ、はしゃぎすぎて転ばないでよ。娘のアカネは仕草、話し方、性格、すごく葵に似てる。多分生まれ変わりだろうな。みなあえて口にしないけど暗黙の了解。アカネ、ショートケーキ。いちご乗ったやつ。うん、そうそう、食べ物の好みもそっくりだ。俺は酒もパチンコもやめ、すっかりマイホームパパ。アカネちゃんよく来たね。お、また大きくなったな。本当に可愛いね。たまに実家に連れて行くと、みんな上を下への大騒ぎだ。幸い茜は大きな病気もせず、元気いっぱいですくすく成長してる。茜、大きいじいじと葵ちゃんのお墓参り行こうか。うん、行く。きっと今この瞬間も葵が見守ってくれてる。元気で大きくなれ茜。